こんにちは、レザークラフトフールです。今回の動画はインディアンジュエリーなんですけれども、こちらですね、ズニ族の、インディアンジュエリーを紹介したいと思います。ズニ族のジュエリーはですね、こう非常にカラフルなジュエリーが多いです。いろんな素材を使ってですね、色とりどりのジュエリーを制作しています。ナバホ族のインディアンジュエリーとはまた一味違った良さがありますよね。こういったですね、モザイク柄のデザインですとか色使いもすごくですね、インディアンジュエリーらしさが出ていると思います。ズニ族の村はですね、まあ、ギャラップっていう、まあ、インディアンジュエリーの、メッカというか、その町からですね、約40分ぐらい、車で、南に、走ったところに位置します。ナバホのリザベーションから言うとちょっと外れてるんですよね。ズニ族独自の、まあ、信仰ですとか文化、あとはその言い伝えなんかもあってですね、非常にね、興味深いです。村の人たちもすごくおおらかで、まあ、僕のイメージで言うとすごくですね、コミュニケーションを取りやすい、非常にこう明るい方が多い気がしますね。まあ、そういった部族の雰囲気なんかもですね、こういったジュエリーに反映されているんではないかなと思ったりします。まあ、ホピの村なんかから比べるとですね、ずいぶん標高が低いので、こういった素材がたくさん取れるっていうのも、まあ、こういったですね、デザインが、発展していった要因の一つでもあると思います。今回の動画ではですね、そのズニ族が作るジュエリーの特徴をですね、紹介していきたいと思います。はい、それではですね、紹介していきたいと思います。まずですね、まあ、ズニ族なんですけれども、その技法にですね、非常に特徴があるんですよね。ですから、まずはですね、そのズニ族の方たちがよく使っている、技法、そちらの紹介をしていきたいと思います。まずですね、まあ、ズニの方たちの代表的な、技法というのはですね、こちらのインレイワークになると思います。こういう感じでですね、こう素材ですね、石ですとか貝殻、サンゴなんかをですね、カットして、それをですね、モザイク柄のようにはめ込んでデザインを作っていきます。これね、すごく細かい細工ですよね。天然素材なので、まあ一つ一つ形が違うんですよね。それを思い描くデザインに合わせてですね、カットをしてはめ込んでいくという、まあすごくですね、細かい、ものづくりになります。こちらのバングルもですね、インレイワークが施されていますね。すごく綺麗ですよね。で、こちらのバングルなんかはですね、もう一つ、細かい細工が施されています。この素材と素材の間にですね、銀板が入っているんですよね。こう見えますかね、これ、こういったところにですね、銀板がセットされています。こういった技法をですね、チャネルインレイとか言うんですけれども、さらにですね、高度な技術が必要となってきます。まあ、これなんかは形もすごく面白いですよね。こっちのバングルの方がもっと分かりやすいでしょうかね。この真ん中の部分ですね、シルバーのプレートが、間に入っています。これなんかはね、オイスターシェルとこう銀板の間に、さらにですね、これオニキスかジェットかわからないんですけど、こう黒い素材がですね、モザイク柄で入っています。もうね、すごく細かい細工ですよね。このですね、エンドのところまでしっかり石が入っています。細かい細工ですよね。やっぱりね、上手い作家さんだとこの隙間がないんですよね。素材と素材がですね、隙間なく綺麗にですね、はめ込まれています。こうね、ちょっと見ていただいたら分かるんですけど、ちょっと立体なんですよね、これね、すごく美しいです。まあ、このインレイワークはですね、ズニを代表する、技法だと思います。インレイワークを取り扱う上での注意点としてはですね、こうグッと曲げてしまうと石が外れてしまうんですよね。まあそこだけ注意ですね。こうサイズが合わないからといってグッと潰したりしないように、もう潰してしまうと石が外れてしまうので、手首からですね、取り外す際なんかはその辺をですね、気をつけて、まあ、ズニのバングルとかに関してはですね、もう自分の手首に合うサイズのバングルを、探された方がいいと思います。こちらですね、まあ僕の私物なんですけれども、一番初めにですね、アメリカに行った時に買ったバングルです。結構ね、思い出の品なんですけれども、ここね、シルバーがね、飛んじゃってるんですよね。
これね、結構その時はショックだったんですよね。まあ友達にちょっとこう貸した時にね、まあ友達は何も知らなかったんで、こう自分の手首に合わそうと思ってギュッとこう潰したみたいなんですけれど、その時にですね、圧力かかってこうシルバーの銀板が外れてしまいました。まあ負荷をかけるとですね、まあこういった悲しいことになるので、取り外し、取り付けの際はですね、こう気をつけて、扱ってやってください。これ改めて見るとやっぱりショックですね、これね。なんとか治らないかなとは思うんですけど、まあこれはですね、もうこのまま思い出として、置いておこうと思います。こちらのリングなんかもね、インレイワークを施されたリングになります。これなんかすごく面白いですよね。カチナを、モチーフにしたインレイが施されています。カチナ信仰っていうのはね、ホピだけかと思ってたんですけど、ズニでもですね、よくこうモチーフとして使われるんですよね。オープニングに飾ってあったデュエイン・デュシタの、油絵なんかもカチナドールを描かれていますよね。こちらはですね、ズニでもすごく有名なサミー&エスター・ガーディアンっていう作家さんの、リングになります。ハミングバードのね、バングルなんかが非常に有名なんですけれども、バングルはね、ちょっともう売り切れちゃってて今手元にはないんですけれども、この作家さんもですね、非常に人気のある作家さんです。こうやってですね、銀板の溝にですね、こう石をはめ込んで絵を作るんですよね。この作家さんがね、よく用いる技法なんですけれども、すごくね、可愛らしいですよね。あとですね、こちらはクラスターと言われる技法になります。ターコイズなんか、まあ素材をですね、こう雫型にカットして、こう花のようにですね、こうはめ込んでデザインを作っていきます。すごくですね、可愛らしいですよね。こちらもですね、クラスターなんですけれども、こちらはですね、もう少し大ぶりなターコイズがセットされています。クラスターのバングルですとか、まあリングなんかはやはり女性の方に非常に人気が高いですよね。こちらもですね、ザ・インディアンジュエリーといった感じの技法になります。そしてこちらがですね、ニードルポイントと呼ばれる技法になります。まあその名の通りですね、針のようにこう細く細かくこう石をカットしてですね、はめ込んでデザインをしています。もうね、すごく細かいですよね。こちらの指輪もニードルポイントなんですけれども、こちらもですね、ズニ族を代表する、技法の一つだと思います。はい、次はですね、ズニの作家さんのジュエリーを、紹介していきたいと思います。はい、まずこちらですね、すごくね、可愛らしいサンフェイスなんですけれども、こちら、バーバラデワの、サンフェイスペンダントトップになります。バーバラの旦那さんは、有名なアンドリューデワですね、ドンデワの、お兄さんになるんですけれども、バーバラのサンフェイスはですね、アンドリューのサンフェイスに非常にね、よく似ています。優しいね、顔つきをしているんですよね。このバーバラのね、サンフェイスのファンもね、たくさんいらっしゃると思います。こちらリングですね、こうね、立体感があってね、非常にね、面白いリングです。いいですよね。アンドリュー・デワが亡くなったのが、まあもう何年も前になるので、アンドリューの作品はですね、めっきり見かけなくなりました。まあですからですね、バーバラがアンドリューのサンフェイスを引き継いでですね、こうやってものづくりしているのはファンとしてはですね、非常に嬉しく思います。はい、でこちらはですね、ディッキー・クアンデラシーの、ハミングバード、まあフレンドシップのですね、リングになります。まあこちらのデザインがですね、まあディッキー・クアンデラシーとエイミー・ウィズレーの代表的な、デザインになるんですけれども、ハミングバードですね、ハチドリと、フレンドシップ、まあ、UI を、まあ、融合させた、独特のデザインですね。まあこのデザインもですね、もう一目見てもうこれが彼らの作品だっていうのがすぐわかるような、もう有名なデザインになってますよね。まあ元々はですね、2人で作り上げた、デザインだと思うんですけれども、今はですね、もう別々で、制作をされています。デザイン自体はまあ共有というか、まあお互いに使ってると思いますね。まあ今エイミー・ウィズレーの作品はお店の方にないんですけれども、まあ見つけたらね、また仕入れたいなと思いますよね。もうズニを代表する、作家さんでありデザインだと思います。はい、あとこちらはですね、オラ・エリアッチョの、ブレスレットになります。まあこちらのリングもですね、こちらの、ペンダントトップ、イヤリングもオラの作品になります。もともとはですね、まあ旦那さんの、トニー・エリアッチョですよねと一緒に制作をされていたんですけれども、まあ、トニーの方がですね、亡くなってしまったので、今は、オラ一人で制作をされています。こちらがですね、トニーとオラのホールマークになります。この上のですね、エリアッチョっていうマークが入るんですけれども、その下にですね、
ホラという、刻印が入っています。こちらですね、生前ですねトニーが一緒に制作している、作品にはですねトニーの刻印も入っているはずなので、このブレスレットはですねオラが一人で仕上げた作品だということになります。まあ非常にですね手の込んだ、ブレスレットですよね。もうインレイワークもねさすがの一言です。ものすごく綺麗ですよね。正面のモチーフはサンフェイスになります。まあトニーとオラの作品はもうやはりこのサンフェイスがメインモチーフになると思います。ブレスレットでも、まあ、ペンダントトップでも、ほぼですね、このサンフェイスが入っていると思います。まあ、本当に90年代を代表するインディアンジュエリーの作家さんの一人ですよね。はい、そしてこちらがですね、レイラン&パティ・エザキーの、ペンダントトップですね。シャラコ・カチナの、ペンダントトップになります。もうね、すごい迫力ですよね、これは。インレイワークもね、非常に美しいです。まあこういったね、ホールマークなんですけれども、こちらのペンダントトップはですね、このネックレスチェーンも、セットで、製作をされています。こういったですね、シルバービーズもですね、手作りで作られています。ものすごく贅沢ですよね、これ。本当に。ズニジュエリーのですね、好きな方には、たまらない一品だと思います。まあほんとね、かっこいいです。はい、あとこちらなんですけれども、これね、もうとんでもないサイズの、トップなんですけれども、ものすごい迫力ですよね。これ僕の手がこれぐらいなんで、ここねもう15センチくらいあります。もうねすごい迫力です。シェルでねサンフェイスが描かれています。これね誰が作ったかちょっとわからないんですよね。多分ねものすごく古い作品だと思うんですけれども、こちらのペンダントトップはですね、僕がお店を始めるときにですね、香川の、ゼルコバさんからですね、譲っていただいたペンダントトップです。まあこれもですね、思い出の品ですよね。まあ一応ね、販売はしてるんですけど、まあなかなかこれは売れないですよね。まあね、興味がある方はね、店に見に来ていただけたらと思います。ぜひね、つけてみてください。めちゃくちゃ重いですからね。まあ迫力だけではなくですね、まあ、ズニジュエリーのですね、素晴らしさが詰まった、トップだと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。やっぱりズニジュエリーもいいですよね。まあ今回もですね、相変わらず喋りすぎたんで、2回に分けたいと思います。次はですね、ズニ族の2大巨匠の、ジュエリーをたっぷり紹介したいと思ってますので、パート2の方もぜひご覧ください。それではまた。See you!